日々思うことを語る今日,の一言今日は私どものスタジオ公演「日本舞踊の扉」16回目の公演を無事に終えることができました前回同様今回も、えー、5月3日の一門の舞踊会執行会に向けてそこで上演する演目の中から2つの演目を選んでそれを上演したんですけれども上演にあたって ですねその演目の成り立ち内容そして実際動きに合わせてどういうことを表しているのかこの動きは何を言っているのかっていうことを細かく説明してそして見ていただくそういう講演なんです。今日もその解説をしながら私も補足させていただきながら講演をしてたんですけれども。 やっぱりそれを終えてつくづく思ったのはやはり今日本舞踊というのは現代社会からちょっと隔絶された文化と思われがちしかし日本人であればそこにある内容は理解ができるしその感情というのは十分に共感できるものだと思うんですねただそうするためにはやっぱり少しの手助けつまり解説みたいなものが必要なんだなそんなことを つくづく思いながら今日もその講演をしていましたさあ明日からはいよいよ5月3日に向けてのラストスパートが始まりますではまた